ランチア。ランチア。ランチアオートモビルズ SPA は、イタリアトリノを本拠地とする自動車メーカーである。1906年に設立され、1969年以降は、フィアットグループの参加にある。イタリアでは、巨大コングロマリットであるフィアットが大衆車から、大型車までを揃え、自動車市場を占有していた。現在では、 同国内の事実上すべての自動車メーカーを系列化に収めているため、他社はフィアット社と競合しない、スポーツカーや高級車などの日置市場に活路を求めた。その中でも代表的な高性能車、高品質車メーカーとして知られているのがランチアであり、モノコックボディ、独立式サスペンション、V 型エンジン、五速トランスミッション、風洞実験に基づくボディデザインなどを量産車において、 世界で最初に採用したメーカーである。またランチアの最上級車はイタリアにおいて、ムッソリーニ体制の時代から現在まで、原種の公用車として使われてきた歴史があり、伝統となっている。設立者は、ヴィンチェンツオランチア、ヴィンチェンツオランチア、1881年から1937年、である。モータースポーツ好きのヴィンチェンツは、 裕福な缶詰スープ会社の家計に生まれたので、車に若い頃から接することができた。一時は、フィアットの契約ドライバーとして活躍し、レーシングドライバーとしての才能を見せその後は、研究開発部門の養殖についたが、それに飽き足らず、自由に考え、自由に作るために、1906年に自ら自動車メーカーを設立して、オーナー兼技術統括責任者となり、 ギリシア文字のアルファ、ベータイカで始まる名称のモデルを生産した。ランチアの名が世界各国で知られるようになったのは、1922年登場のモノコック構造のボディに前輪独立喧嘩を組み合わせ、先進的なオーバーヘッドカムシャフトのエンジンを搭載したラムダギリシア文字の L によってであった。その後は、旧ローマ街道にちなんで命名されたストーラー。 アルデナイ価学種のモデルを開発、生産し、上質なハイスピードツアラーのメーカーとなることしこうした。ヴィンチェンツォの遺作となったのは、1937年にデビューし、世界で初めて風洞実験によってデザインされたといわれる、流線型ボディ、サイチェシー強格 V4 エンジン、4輪、独立サスペンションを持つ、アプリリアであった。 アプリリアは抜群のロードホールディングと優れた加速性でラムダ以来の傑作者とされ当時のアルペンラリーやモンテカルロラリーで活躍第二次世界大戦後の1948年まで生産されたヴィンチェンツォ氏語は死息のジャンニ・ランチアが会社を継承ジャンニは戦後アプリリアの後継者開発のため第二次世界大戦前にはアルファロメオの核 GP マシーンを設計したビトリオエアノー、昌平、世界初の V 型6気筒エンジン、デフとギアボックスが一体化したトランスアクスルを持つアウレリアが1951年に誕生した。アウレリアのクーペは GT と命名され、グラントゥーリズムのパイオニアとなった。また、もともとレーシングドライバーであったにもかかわらずモータースポーツに進出しなかった。 ヴィンチェンツォ時代とは対照的にジャンニ時代のランチャーはアウレリア GT やそれをベースとした D2 レースポーツカーをミッテミリア、タルガフローリオ、ルマン24時間などに出場させた。さらに1954年には別校にある通り会、一にも進出した。ヴィンチェンツォジャンニ親子が経営していた1950年代までのランチアは再三を度外視した。 技術変調型の経営であったとされる。しかし、やがてそれは経営悪化を招くことになり、1955年にランチアは倒産、創業者一族は経営から手を引き、ヤーノも退社した。新たにランチアの経営権を取得したのは、建設やセメント業で成功していたカルロ・ペゼンティであった。ペゼンティはランチアの伝統をよく継承し、 ーノに代わり主任設計者として、アントニオ・フラミニア、フラビア、フルビアの設計を委ねた。フラビア、フルビアは前輪駆動を採用するなど各社とも先進的な技術と高い工作水準、そして特にスポーツモデルの美しいデザインが評判を得た。しかしこれらの車種も採算性が低く収益が、 改善しないことを受け経営は再び悪化。1969年にはフィアットに売却されることとなった。1969年にフィアット参加に収まった後、1972年にはフィアット製エンジンを持つベータが登場。1977年にフルビアが生産中よされて、以後はそれまで培ってきたブランドイメージをなし、 フィアットにおける高級車部門という位置づけでのモデルを生産していた。また、1979年に発表されたデルタがヨーロッパカーオブザイヤーを獲得した上に安定した販売台数を維持した上で、1990年代まで長寿を誇ったほか、1984年にデビューしたテーマにフェラーリのエンジンを搭載した8.32が発売された。 さらに、アウトビアンキの消滅に伴い、ランチやブランドで販売された、イプシロンが、1980年代から1990年代に、かけて好調な販売台数を維持した。その一方で、アルファロメオのフィアットグループ入りの前後までは、ストラトス、ラリー037、デルタインテグラーレなど、WRC で勝つために開発された、ホモロゲーションモデル生産していた経緯により、 それらの強烈なスポーツイメージが今もなお健在である。2009年にクライスラーグループを参加に収めたフィアットは2010年に価格帯が重複する2つのブランドクライスラーとランチアのヨーロッパにおけるディーラー網を統合した。これによってヨーロッパの多くの国ではクライスラーが消滅してランチアに一本化され、以後クライスラーの車種はランチアにリバッジされて投入される。 こととなった。これを受けて、テーマやフラビアなど複数の車種が復活したが、デルタやムーサが消滅した。なお消滅した車種の多くが、ランチア独自のモデルであった。一方、ランチアが撤退していた日本やイギリス、アイルランドでは、イプシロンやテーマがクライスラーブランドで販売が行われることとなった。2013年1月の時点では、 ランチアのブランドは、イタリア国内では存続するものの、それ以外の地域で、継続販売されるかどうかは未定とされていた。しかし2014年、クライスラーグループとフィアットが、経営統合して、新会社、フカ、フィアットクライスラーオートモービルズが誕生し、同年5月に中期経営計画、2014-2018、ビジネスプンにて、ランチアブランドは今後イタリア国内の先売とする。 ことが発表された。これにより、イタリア以外でのランチや車販売は終了し、イタリアでも車種削減が行われ、2018年現在は、レンタカーなど好調なイプシロンのみが販売されている。1950年代の一時期には、カイチに参戦したほか、スポーツカーレースでも活躍したが、特に国際ラリーの活躍が著名。史上最多の世界ラリー選手権。 WRC 王座を獲得したメーカーである。ビットリオヤーの設計のマシン D50 でから、初期の F1 世界選手権に参戦、同54年、ラリー・モンテカルロー、アウレリア GT で、グランプリでも走っていたあるいしロンの手により優勝に、導きもした、メイドライバーアルベルト・アスカリの事故死やランチや自身の、経営危機から欲に活動を休止。すべてのスタッフ及び設備をフェラーリが引き継ぎ、 ランチやフェラーリ d 50として5勝を挙げいる。1回1からは撤退したが、その後は、ラリーやルマン24時間レースなどの、スポーツカー世界選手権に、活躍の場を移した。ランチや地元ディーラーチームを母体としていたチェーザレ、フィオリを率いる、HF スクアドラコルセ、HF イコールハイファイデリティ、アッカー FA と発音するの手により、ラリーが、 WRC 以降期ある1970年代から1980年代にかけてフルビア 1600HF、ストラトス、ベータ、クーペ、ラリー037、デルタ S4、デルタ HF が世界ラリー選手権において活躍を見せ、現在では正式なワークス活動は行っていない。また、ストラトスベータモンテカルロでのグループの使用におけるパルガフローリオ、 ジーロでイタリア、モンサ、ルマンでのオンロードカテゴリーでのチーム転向、参戦により、プロトタイプカーである LC、LC1、LC2 等のマシンも、アバルとダラーラと共に生み出し、ワークス活動を休止させても、なお、有力プライベーターからのフィードバックよるチュン等のバックアップも惜しむことなく続けられた。第二次世界大戦前も、ダムダやアプリリアなどが輸入されていたが、 同大戦後は1950から1960年代に国際自動車商事が輸入代理店となってアッピア、フラミニア、フラビア、フルビアを販売したが輸入代数は累計でも100台にも満たなかった。当時のフルビアのオーナーには作家の安倍工房や写真家の花岡博明などがい、1970年厳しくなる安全。 公外基準への対応が困難になり輸入中止となったが、1976年にはフィアットの代理店となったアタケ産業系のロイヤルモータースが対米仕様のベータ1800クーペ輸入を再開した。アタケ産業の破綻後はやはり排気ガス規制で主力のオペルの輸入中止に追い込まれた東方モーターズが継承しパワーステアリング付きとなったベータクーペの輸入を継続た。 日本向け仕様は、引き続き5マイルバンパーを採用したスタイルで、左ハンドルのみ、マニュアルトランスミッションのみの内容であったが、販売は伸びなかった。1982年、ガレージイタリーやが、正規輸入代理店となり、少数輸入枠を用いて、ベータクーペやスーパーチャージャー付き、ベータトレビ VX、ラリー037などのモデルの輸入が開始された。 同社は1998年まで正規輸入車の立場にあった。1988年から1998年の間は、松田のオートザム販売網においても、テーマやデドラが販売された。しかしオートザム系列の販売の主力は、軽自動車であり、ランチアの併売は不調に終わっている。一方でこの時期、ラリーでの活躍とも、相まって、デルタ・インテグラーレは、 人気を得ていた。1999年以降には、正規の輸入販売は行われておらず、ガレージイタリーなどが、並行輸入という形で販売を行っていた。2009年には、三代目デルタの右ハンドル仕様が、フィアットオートジャンによって、正規輸入されるとも噂されていたが、その後進展は見られなかった。その後2012年11月、イプシロンが、 クライスラーブランドで発表され、同日にクライスラー販売網での発売を開始した。しかし2014年で販売が終了したことで、日本でのランチ屋の系譜は一旦途絶えることとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。